ラフトー。よっしゃ来たー。さあ、主さんの画力を試す時が来ましたよ。私に任せなさい。今回は描いたものが似てたらアイテムになるの？それとも描いたのがそのままアイテムになるとか？今回は両方ですね。両方。今回のお絵描きクラフトはですね、描いてゲットしたアイテムが超強力になります。マジかー。超強力ってもう本当にすごいことになるの？それはもうすごいアイテムが手に入りますよ。ということで、描いたアイテムが超強力になる世界で、今回はエンドラとウォーデン、この2体を倒すのが目標です。よっしゃー。このお絵描きクラフトでウォーデンが目標になるのは初めてなんじゃない？そうですね。圧倒的な強さを誇るウォーデンをお絵描きの力で倒せるのかが今回のポイントですね。ベル君が超強力だって言ったからな。どんな感じになるのかすごく楽しみ。そしたら早速お絵描きスタート。さあ、まずは何を描くでしょうか、主さん。サバイバルに大事なのはやっぱり食料。まずは食べ物を描いてみよう。はい、セブンガチ勢の人はもう何描いてるかわかるね。金人参でございます。っていうか奥にいるクリーパー怖すぎるんだけど、いつこっち来るか怯えながら絵描いてたよ。どーん。いや、結構美味しそうに描けてない？これが普通の金人参になるかどうかですけど。あ、ゲットする個数も書いておこうっと。1スタック分欲しいから、左上に64って数字を書いておいて。おし、これでオッケー。今回はこの数字をちゃんと読み込んでくれるといいんだけど。さあ、チェストの中身はどうなっていますか？オープーン。おー、私が書いたバージョンだー。私が書いた金人参。名前がそのまんまになっていますね。もっと他に名前あったでしょ。とにかく、今回の食料は、私が描いたバージョンの金人参だ。いや、普通に美味しそうなんですけど。おし、次は洞窟探検だ。石のつるはしを作って次に鉄鉱石を。いや、今回その流れにする必要なくない？つるはしを描いてゲットすればいいんだ。今回は主さんオリジナルのつるはしですかね。お絵描きでゲットできるつるはし、すごい性能になりそうです。かっこいい感じでお願いしますよ、主さん。ちょっとプレッシャーかけてきてるじゃん、ペル君。そしたらいつもとは違う感じのデザインにしてみよっかな。お、角が生えました。はい、出来上がり。ダイヤツルハシの強化版みたいな感じになった。これで性能はどんな感じになるかな。スーパーツルハシ。なんかすごそうな名前のツルハシゲットしたよ。武器としては全く使えそうにないですけど、その分ツルハシとしてはすごく使いやすいとかですかね。しかも見てよ、ペル君。このツルハシめちゃかっこいいんだけど。おお、主さんの解体を調整して、かっこいいデザインにしてくれるシステムもあるんですね。なんだか絵が上手くなった気分。うわー、溶けるみたいに石が採掘できるんだけど、とんでもない性能のツルハシきたこれ。うわ、鉄鉱石も溶けちゃうじゃん。これは本当にスーパーツルハシだわ。これで確信したよ、ペル君。今回のお絵描きクラフトはやばい。暗い。この暗さをなんとかするために、お絵描きのパワーを借りようと。ツルハシに続いて、今度は主さん何を描くでしょうか？目。目。うわ、暗いところだとちょっと不気味。これ、暗視エフェクトの目を描いたつもりだけど、うまく認識してくれたかな？おー、私が欲しかったアイテムになってるかも。暗いところが見える。おー、明るくなったー。暗いところが見えるわ。使うと暗視エフェクトがつく優れものでしたね。こういうアイテムが欲しかったんだよー。おし、これで松明がなくても大丈夫になった。そしたら明るくなった洞窟を探検だ。で、あそこにあるのは、鉄の鉱脈きたー。これで大量に鉄ゲットですね。ほらほら、中からすごい鉄が出てきた。これをスーパーツルハシで溶けるように採掘するの最高。これで鉄には困らないでしょう。採掘に夢中になってたらちょっとお腹空いてきたから、私バージョンの金人参食べてみまーす。お？お？おー、うますぎる。ダイヤモンドワッケーン。ダイヤツルハシを作って、黒曜石を回収。あれでも待てよ。このスーパーツルハシで、黒曜石回収できるのかな？石を溶けるように採掘できるなら、黒曜石もゲットできそうですけどね。今回は黒曜石すごい早く回収できそうだね。さあ、黒曜石はどれぐらい早く壊せるかな？早ーい。こんな簡単に壊せちゃっていいの、黒曜石。ダイヤのツルハシだと、一つ壊すの20秒かかるんですけどね。もう今回ダイヤツルハシ必要ないです。いや、お絵描きパワーすごすぎるでしょ、今回。あ、そうだ。金人参を食べて。はーい、気持ち。
虫さんバージョンの金人参を食べると、火炎耐性のエフェクトもつきますね。ただ効果は30秒だからそこは気をつけないとね。でも効果が切れると思ったらまた食べるだけでオッケーだけど。お絵かきフラット最高推し、次はネザーでエンダーパールとブレイズロッド集め。エンダーパールは、今回はピグリンさんと交換大会しよっかな。む、ちょっと待ってください主さん。そのスーパーツルハシ、何か能力があるみたいですよ。え？石を溶かすみたいに採掘できるだけでも十分すごいけど？何やらモード切り替えができるみたいですよ。も、モード切り替え？ツルハシにモード切り替えなんて、いろんな鉱石のモードが出てきたけど、何これ？ボタン押したら何か起こるとか？とりあえずダイヤモードのボタン押してみたけど。掘っても特に何も変わってない。待ってください主さん、ダイヤ増えてますよ。うわーんじゃこのダイヤはキュ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 見ても気に入ってきたんだけど、どちらからいらしたのですか？ダイヤモードボタンを押したから、ブロックを壊すたびにダイヤが手に入るようになったんですよ。うそー、そんなことがあるのー。思ってたよりもはるかにヤバいツルハシだったんだけど、これで実質無限に鉱石ゲットできるようになりましたね。ダイヤ装備も全部作れちゃう。それじゃあ今度はネザライトモードにしたら、ブロックを掘るだけでネザライトが出てくるってこと？ダイヤと同じなら、そういうことになりますね。あらら、ネザライト出てきちゃった。どんだけヤバいんだよこのツルハシ。あらら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 。すごいペースでネザライトが増えていっています。こんなペースでネザライトが増えるの見たことない人は、高評価ボタンポチ。何も出さないボタンを押せば、普通のツルハシに元通りってわけね。いや元通りでも普通の性能じゃなかったわ。推し、それじゃあダイヤ装備全部ネザライトにしていこうか。こんな簡単にネザライト揃えていいのかな？いいんですよ主さん。ここは最強お絵描きクラフトの世界なので。ピグリンさんとネザー要塞を探す前に、移動が快適になるアイテムが欲しいな。どんなアイテムを描くんですか？そうだね。空を飛べるようになる魔法の杖とか。おお、次は空飛ぶ魔法の杖ですか。お絵描きシステムにうまく認識してもらえるといいですけど。空を飛んでるところはちゃんと描かないとね。これ空飛んでるように見える？大丈夫です主さん、しっかり飛んでます。それよりも気になるのが、体水色なんですか？いやそこは後で色変えるよ。こんな感じに魔法の杖を持たせてっと。そして体の色も忘れずにね。はい、これでどうかな？お、なんか杖みたいなアイテムが飛行許可号来たー。これで空を自由自在に飛べるようになりますね。これは飛行の許可と禁止を自由に設定できるアイテムです。さあ、浮いたー。おーし、これで楽々ネザー要塞も見つけられるぞ。ネザーの森が先に見つかったから、ピグリンさんと交換大会やっていこうか。多分さ、エンダーアイを描いたらゲットできると思うけど。ほら、ピグリンさんと交流したいじゃん。そこはあえて手間を選ぶんですね。他にもいろんなアイテムももらえるし、おっしゃ、それじゃあ金モードにして。掘ったら金インゴットがゲットできるようにする。いやほんとこのツルハシの能力ヤバすぎるよ。どんどん金インゴットが増えていきます。もうこのツルハシ毎回登場してほしいな。これだけあればエンダーパールたくさんくれるでしょ。ということで今回はめっちゃ気になるよピグリンさーん。お、エンダーパール来ましたね。そうその調子、どんどんエンダーパールちょうだい。さて、次はネザー要塞でブレイズロッド集め。あっても待って、武器はまだ絵を描いてゲットしてなかった。ここで武器も絵を描いてゲットしますか？そうさせてもらおうかな。おーし、そしたら次はブレイズを倒すための剣を描こう。かっこいい感じで描きたいけど、剣って意外と描くの難しいよね。おし、こんな感じでどうだ？ドロップって描くことで、ドロップ増加付きの剣が来てくれることを期待。アイテムの個数が反映されていたので、エンチャントも認識してくれるかもしれないですね。さあ、どんな剣がゲットできるかな？ボーン。おお、レッドソード、シンプルな名前だね。っていうか当然のように攻撃力20だし。あれでも主さん、ドロップ増加ついてないですよ。あや？ってことはエンチャントは認識してくれなかったのかな？でも攻撃力20もある剣をゲットできるだけで十分でしょ。よーし、ブレイズワンパンダ。これはエンドラと、ウォーデン、と戦う時に活躍してくれそう。そういえばこの剣特殊能力とかあるのかな？待って右クリックしたら突然エンチャントしたんだけど、ドド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 ド
主さんがあの時ドロップって書いたの。しっかり絵描きシステムに伝わっていたんですね。いやでもこれは伝わりすぎたでしょ。作りに作ったエンダーアイで遺跡を探す。
今回の遺跡探しは快適すぎますね。だって遠大もたくさんあって空も飛べちゃうもんね。やっぱ空を飛べるって偉大な能力だな。エンダーアイが下に行きました。どうやらこの辺りに遺跡があるみたいですね。いや思いっきり海の中だけど。よかった。空を飛べる時に海底に遺跡があるパターンで、あっても海を潜ったらすぐ遺跡発見できた。海の方が簡単に遺跡発見できるじゃんこれ。さあエンドポータルの部屋探すぞー。溶けるように鉄のドアを壊していく主さん。はい、エンドポータルの部屋発見。エンドラを倒すために必要なもう一つの武器、弓ですね主さん。その通り。エンドクリスタルを壊すためにも弓はここで作っておきたい。ピグリンさんからも矢をもらってるからね。かっこいい弓お願いしますよ主さん。いや私弓そんな書いたことないんだけどな。どうですか。めちゃくちゃいいじゃないですか。よっしゃー、周りにエフェクトも書いちゃおうと。それいかきシステムに変な判定されないですかね。おー押しできたー。さあこの弓がどんな性能なのか楽しみだな。ほわわわわ、なんか普通のアイテムが3つ手に入ったよ。主さんが書いたデザインの弓ではないですね。それらのアイテムを使って新しい弓を作るとかでしょうか。とりあえず主さんエンドに行ってみましょう。突然もらったこのアイテムが謎のままだけどね。普通の弓でもエンドクリスタル壊せるからいいけど、でもネザライトブロックと魂のランタン、この2つが何でもらえたのかどうも引っかかるな。アイテムを地面に置いたら合体することがあるけど、これもそのうちの一つなのかな。地面に置いたら合体するタイプだったー。やばい、なんか視界が気持ち悪くなって。うわ、主さんが描いた弓とそっくりです。しかもめちゃくちゃかっこよくなってるし、さらにオーラまで放ってるよこれ。ひょっとしてとんでもない弓を手に入れた。早速使ってみましょう主さん。うわー絶対強いでしょこれ。あら意外と普通な弓、特に何が起こるとかはない感じ。見たところ普通の弓と一緒ですね。ピグリンさんからもらった光の矢がいけないのかな。試しに矢を描いて普通の矢を使ってみる。これで何か変化があるかもしれないですね。ちなみにシフトを押しながら撃つと特殊な矢が撃てるようです。すごい、魔法陣が出てきて。全然性能が違う。普通の矢に変えてから急に魂のエネルギーがすごいよ。しかもめちゃくちゃ強そうだし。これ、ボーデン相手でも簡単に倒せちゃうかも。エンドラック飛んでったー。やっぱり普通の矢にすると効果を発揮するみたいですね。しかもすごく狙いやすくなってるよ。超簡単にエンドクリスタルが壊せちゃいます。あとはこの弓をエンドラに放つだけ。とんでもない強さだー。これ、本当にオーデン簡単に倒せちゃうかも。さあ、次のターゲットは、オーデン。まずは古代都市に行かないとだけど、すぐに行けるようなアイテムを書こうと、名前はそうだな。オーデンアイ。エンダーアイのオーデンバージョンみたいな感じですか。そうだね、使ったら古代都市の場所がわかるとか、そういう能力になるといいな。結構いい感じに書けたかも。オーデンアイの完成。オーデン関連のアイテムだって一瞬でわかりますよ主さん。でしょでしょ、これは古代都市に案内してくれること間違いなし。お、しかも主さんの希望通りの名前になっていますね。それじゃあオーデンアイ、早速使ってみるよ。お、古代都市にテレポート。すごい、エンダーアイみたいに方角を指してくれるかと思ったけど、そのまんまテレポートさせてくれた。よーし、ゲットした超強い弓でオーデンに挑むぞ。いてー、私も爆発食らっちゃった。ネザライトフル装備なのになんて威力。エンドラにとんでもないダメージを与えていたので、これはオーデンもすぐに倒せちゃうかもですね。空を飛べるから直接攻撃は大丈夫として、衝撃波には気をつけないとね。魂の力でどんどんオーデンにダメージを与えていきます。うわー、また自爆しちゃった。これシフト押すと下に行っちゃうから難しい。でも私バージョンの金人参食べれば問題なしブル。も
を倒しちゃった。ということで、主さんが描いたかっこいい弓、とんでもない弓に変貌を遂げていました。いやあの魂の弓めっちゃくちゃかっこいい、出力ない、ゴーデンをあんなに簡単に倒せちゃうなんて。これがお絵描きパワーですね主さん。またお絵描きしたいです。ペルお絵描き隊長。